はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私がなんで YouTube を始めたかということを、ちょっとお話ししたいなと思います。27歳の時にね、一度離婚しました。まあバツイチですね。その時に子供を2人授かりましてね、男の子2人、その時別れた時で6歳と2歳ですね。で、奥さんがその当時で24ぐらいですね。それからまあ30年経ちましてね、最近なんか思うことがありまして、このままでいいのかなと、何もしないでいいのかっていうふうに最近ちょっと思うようになりましてね。で、よくよく考えた結果ですね、やっぱり一度別れてから会ってませんからね、子供たちに。ですから一度会ってね、謝りたいと。そして罵声を浴びるかもしれませんし、いや、もしかしたら会ってもくれないかもしれません。それで居場所がちょっとね、わからないんですよ。元奥さんも子供たち2人もね、ちょっと携帯変えた時に元奥さんの方の電話番号がちょっとね、なくなってしまってね、それ以来ちょっと連絡取れてないのね。居場所がわからないので、まずそこから始めたいと思うんですね。それで、じゃあどのようにして、とにかく今私にできること、それは人の役に立つことをすること、人のために何かをさせていただくこと、世の中のためにお役に立ちたいという、そういう気持ちがすごく今強くてきてましてね。私無職なんですね。ですからまず仕事を探そう。じゃあ何の仕事がいいのか。私はやっぱり飲食店長くて、飲食店って言ってもラーメン屋、ホテルの厨房、喫茶店、何種類もやりましたね。で、一番多いのが居酒屋なんですけども、その居酒屋もね、もう何回変わったかわからないです。ダメダメ人間ですね。飲食の他にもね、いろいろやってきまして、引っ越し屋、チリ紙交換、薬屋の営業、ホテルのフロントマン、広告代理店の営業ね。この広告代理店の営業が一番楽しかったんですけども、営業マンになった理由っていうのがね、田原のとしちゃんがね、昔その広告マンのドラマやってましてね、それを見てね、いや、すっげえかっこいいなと思ってね、その僕がホテルマンやってた時にね、そのドラマ見て感動してね、よし、じゃあ俺も広告マンやろうみたいなね、そんな感じで、面接は全部広告代理店の場合はその当時書類選考がまず最初にありましてね、でその面接資格に必ず大学卒業と、そういう4年生のね、そういう資格が持ってなきゃダメですっていうのがありまして、僕は正直言いまして中卒なんですよ。で、中卒だから当然大学卒業のね、資格ないのに履歴書をね送りまくったんですよ。20社ぐらい送りましたね。もう僕その時札幌ですからね、札幌出身ですから札幌なんですけど、その札幌の中でも広告代理店ってもう10社ぐらいしかないんですよ。もうそれ超えるとね、なんかもうちょっと広告代理店なのか何なのかちょっとわからないような怪しい会社までにも、履歴書を送ったんですけども、結局全部アウトですよね。それは当然ですよ。で、どこがね、広告代理店で中卒で雇ってくれるわけないじゃないですか。でもね、そのうちの1社から返事来ましてね、面接するから来てくださいって言って行ったんですよ。そしたらもう50分ぐらい待たされて、挙句いきなり来た担当者から説教ですよ。君あの面接資格見た？って言うから、はい、見ました。大卒って書いてあったでしょ。はい、あなた中学で卒業で大丈夫なんですか、その辺の知識は、みたいなことを言うんでね、はい、僕はやる気だけは絶対に誰にも負けませんなんてアホなことを、今思えばね、アホなこと言ってたんですけどね。ほんでその面接官から、じゃあ今の社会情勢に対してどう思いますかとかね、今あそこの小樽の町で再開発としたらまず最初に何を しますかとかね、なんかそういう難しい話ばっかり してくるもんですから、もう僕それに対して全てね、はい、やる気だけは誰にも負けません今思えばアホやね。俺もパニックってたっていうのもあるけど、何しかもやる気だけは負けません、それ推しでねずっとやってて、結局その場でね、なめんなよって言われたんですよ。広告代理店の営業マンをなめんなよって言われたんですね。はっきり僕は営業マンを代表して言うけど、彼らもねやっぱそれなりに必死こいてやっぱりね働いてるわけだから、
それに対してね、敬意を持ちなさい。あなたがもしもう一度私の会社で面接受けたいんだったら、大学の資格をまず取ってからもう一度来なさいって言われて、ああ、まあ確かにそうだなと思ってね。最後にね、ちょっと笑顔になってね、面接官が。まあでも今日は、ご苦労様って言ってね、交通費としてね、1000円くれたんですよ。封筒に入れてね。まあもう僕とショックでね、帰り道ね、もうこんなになってたけどね。ほんならね、もう一通ね、来たんですよ。面接しますってね。また説教されんの俺みたいな。でもまあどうしても諦めきれなかったからね、行ったわけ。そしたらね、もうすでにもうあなたは合格ですっていうの。え、なんでだろう。で、僕恐る恐るね、なんでですか、なんで僕がもう面接 OK なんですかって聞いたらね、私はね、趣味で姓名判断やってるんですよ。で、あなたと占ったらあなたが一番私と相性がぴったりでしたって言われて、なんじゃそりゃと思って、まあそれでもね、どんな理由であろうと、まあ受かりました。もうめちゃくちゃ心の中ではイエーイみたいな感じだったんけどね。ですぐ給料の話になって、だから給料がね、僕がそのホテルマンの時代の給料の半分です。とてもじゃないけどね、無理です。でもまあ一応頑張りますって言って帰ってきたんだけど、いやーこれ半分じゃ無理やな。まあその給料プラス歩合制で、もう家帰ったらね、元奥さんがもうすごい豪華な料理をね並べてるわけで、僕がほらね、もう雰囲気がほらダメ雰囲気出してるから、まあ向こうも察したもんだから何も言わずにね、まあ黙ってご飯食べ出して、そしたらね、やっぱりね、どうしてもね、僕も広告マンちょっと諦めきれなくてね、まあでも歩合制って言ってたなって、でも頑張ったらどうにかなるかもしれないな、もうここまで来たからには俺もやっぱり一回やってみたいな、やってダメだったらまたね違うとこ行けばいいんじゃないかっていう、まだ24歳、元奥さんにその話をしたんですよ、給料の半分だって。そしたら奥さんがね、即答で言ってくれましたよ、うちね貯金があるから半年は大丈夫よって。ただね、半年の間に前の給料の水準にしてねって言われたのね。で、嬉しかったね。よし、半年もあったらね、歩合でね、前の給料以上のね、収入にしたるわ、思って、ホテルマンを円満退社して、みんなにね、頑張ってこいよって言われてね、それが確かね、平成2年2月22日、全部222だったと思うんですよ。それでね、頑張りましたね。もう楽しかったですよ、毎日が。で、やっぱりね、広告代理店でね、メディアの仕事が多いんですよ。テレビ局とかね、よう行くんです。私のそこの会社っていうのが個人の会社だから、そんな大きなね、営業は取れないんですけど、大体大きなとこ行くとね、大体博報堂か電通入ってるわけですよ。で、僕が営業ポンと飛び込んだ全日空さんのところは、電通博報堂って1ヶ月ごとにこう、振り分けしてるらしいのね。だからお宅が来ても無理ですよって言われたの、担当官にね。でも俺社長にさ、毎日行けって言われてるから、とにかく毎日行きなさいって言われてるからね、お茶だけ飲んどこいって言われてるから、日課の朝の日課の一つはまず最初にそこの全日空行ってお茶飲むというね。でも 2,3 回目ぐらいまでだったら話もなんかあるんだけどね、もう4回目5回目になってくるともう話することもないから、ほんまに黙ってお茶飲んで帰ってくる。そのうちなんかもう会ってもくれなくなりました。でもそれでもね、諦めずに、まあ、行けって言うからね、まあ、諦めずに行ってたら、ちょうどね4月の移動の年に担当官変わりましてね。でその人はね、電通博報堂の他にあと2つぐらいちょっとね考えてるんですよっていう話をねしてもらって、それだったらねうちもお願いしますって言ってね、じゃあお宅の会社のね、その会社概要を、ね、持ってきてくださいと、まあ、僕も毎日そのから通いましたけどね、なんとかその企画を持ってこいっていうところまで行ったんですよ。企画を考えて持ってったらですね、たまたま企画が通っちゃったのね、これ。ならもう電通博報堂うちの会社みたいになっちゃってね。でもそれでもね、結局半年しか続かなくてですね、辞めちゃいました。まあ結局ね、今まで僕いろんな仕事をしてきて、みんな中途半端やってきたんですよ、はっきり言ってね。今回ね、真面目にちょっと仕事について考えた時にね、
お前は何をやりたいんだ？もし給料のこと、お金のことを考えないで、本当にお前は何をしたいんだって考えた時にね、2ヶ月ぐらいかな。ずっと毎日、ほぼほぼ朝から晩までそのことばっかり考えましたね。ほんで、ある時ね、はっとこう気づいたんですよ。もう一人の僕がね、こんなことを聞いてきたんですよ。お前今までいろんな仕事やってきたよな。でも一つもクビになったことないよな。それなりの成果、実績上げてきたよな。ってことはお前ある程度器用なんじゃねえのか。何でもできる。ある意味ね。だったらそういう仕事を選んだ方がいいんじゃないの？ってこうね、もう一人の僕が支えてて。じゃあその何でもできる仕事って何だろうと思った時に、あ、エンタメの世界ってどうだろう？漫才師もそうやし、俳優もそうだし、歌手もそうだし。でもね、僕昔よく考えたらね、俳優のオーディションで2回行ってるんですよ。で、2回でも受かったんです。そしてね、すぐね、なんだっけ、授業料、お金持ってこいって言ってね、1回目中学生の時行ったんです。だからね、次の日に10万円持ってこいって言われたからね、なんやねん、お前、中学生に10万円なんてあるわけないだろ、みたいな。まあ、行かなくて、1回目はね、すぐそこでオーディションってなってね、そこの事務員さんとのこのやり取りをね、短い台本があってね、でちょこちょこやって、ほんだら社長が「はい、合格！」って言われて、おおと思って、それでね、日給5000円って書いておったからね、それで行ったんです。エキストラみたいな感じでね、よし、じゃあ君明日5万円持ってきて、授業料として、おいおい、ここもかよみたいなね。まあそれで、まあ諦めて、まあ、中学校の時は友達とバンドやってましたしね、キャロルやってましたね。全くその音楽、俳優、そういう芸能界に関して興味がなかったわけじゃないんです。若い時はそういうね、俳優、歌手っていう面もあったんですけどね、やっぱり現実生きていく中でだんだんそれが薄れていってね、今こんな感じでね。で、なんかもう一度ね、チャンスもらえるんじゃないかなっていうことでね、ための世界がいいんじゃないかなということでね、じゃあエンタメを素早く即やるとなったら何がいいってなった時に、 YouTube ってあるじゃないかって、それもね、お金かけないでできるじゃないかって、何でも本気でやれば仕事になる、真剣にね、死ぬ気でやれば仕事として成立するだろうと、というので今 YouTube をやるきっかけになったんですけどね。で、それとその別れた元奥さんと子供と何が関係あるのかって言ったらね、この動画を見て、もちろん見てないですけど、まあ、ずっとやってるうちにね、いつかどっかでこの動画を見てくれるんじゃないかなって、僕はそういう期待してるんです。私の上げてる YouTube を見てどう思うか、もし会いたいと思って会いに来てくれるなら、それはそれでも願ったり叶ったりで、その時にね、まあ、謝りたいな、そして恩返ししていきたいな、まあ、そういうのがきっかけなんです。それでこの YouTube を通してね、当然最終的にはご飯を食べていかなきゃいけないわけですからね、やっぱり収益というものにつながるんですけども、で、僕はね、はっきり言って長者番付に乗りたいぐらいです。もう今はもうないですけどね、まず最初はね、大阪で一番の納税者になりたいですね。納税者というのは要するに収入が多いということですよね。ですから、その収入を目指すんじゃなくて、納税する方に力を入れたいと思うんです。だから決して金持ちになりたいとかっていうんじゃなくて、まず大阪一の納税者になる。もしそれがクリアできたら、次は日本一の納税者になる。そういうふうに税金をたくさん納めることによってね、人のため、世のため、何かのためにね、役立てるような人間になりたいっていうところがからのまずスタートなんです。どんなね、かっこ悪いことでもね、情けないことでもね、ボン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  YouTube に上げてね、まあ、そのままの自分をね、さらけ出していきたいと思いますし、ほんで今僕は1日1本上げることを目標にしてるんです。それは何でかって言ったら、まあ、3年後、石の上にも3年って言いますけど、もし3年後、今視聴者さんがね、14人なんですよ。ありがとうございます。3年後ももし視聴者さんが14だったらもうやめます。ただ15人以上増えてたら、私はもっと頑張ります。多分ずっと頑張ると思います。なので、よろしくお願いいたします。
かいつまんでこういう話になりましたけども、それとね、もう一つ、この毎日の動画を上げることによってね、僕の成長といいますかね、僕のヒストリーといいますかね、あ、こいつこういうことしてきてこうなったんだなっていうのね、一つのこの証拠の作品としてもね、ちょっと残していきたいっていうのもあります。まあ、初めてばっかりでね、こんな偉そうなこと言うのも失礼ですけども、より一層ね、初心に戻って頑張っていきますんでね、どうか皆さんよろしくお願いいたします。